こんにちは。今日はタイのカレー、レッドカレーとグリーンカレー、これ2社の比較をしたいと思います。これは1人前 160g って書いてあります。こちらは1人前 115g で、これは有名な稲葉のやつですね。で、これはどこだろう、トマトコーポレーションっていう大阪の会社のものです。で、どちらもタイで作られてます。で、これ全部100均で買えるんですね。だからこれ100円です。1個100円です。で、同じようにこういう風に蓋がすぐ開けるタイプですね。で、今日はまずはグリーンカレーから比較したいと思います。次回はレッドカレーの味の比較をしたいと思います。カロリーですよね。 100g あたり、こちらが 122kcal、 こちらが 138kcal、 あんまり変わらないですね。で、これ辛さレベルが書いてあるんですけど、これこっちが5つに対して4で、これも5つに対してなんですけど、5よりちょっと少ないぐらいなんですよね。葉っぱの部分が色ついてないんで。で、何か私これこのまま食べられるのかと思った。これはお肉入ってないんだ。鶏もも肉とかナスとか入れて、グリーンカレーにしてくださいってことですね。お好みの具材を、これはお好みの具材を入れてねって書いてあります。で、稲葉のは全部確か鶏に入ってんですよ。そう、このまま食べられるんですよね。だからお弁当に持っていく人がいたりするんですよね。え、っていうことはレッドカレーもそうかな。あ、そうだな、お好みの具材を入れてって書いた。でも今日は入れないで比較します。そういうことか。私これこのまま食べられるのかと思ってましたよ。そう考えるとこっちの方が、この稲葉さんから出てるやつの方がちょっとどこでも食べるにはいいかもしれないですね。結構飛び散りますね。じゃあ中身です。こんな感じですね。こっちはやっぱり具材が入ってるので、すぐ食べられる感じ。で、これはもうほんとソースだけですよね。で、今冬なのでちょっとこう具材が固まってますね。ちょっとこっちなっちゃダメなので。で、これは本当クリームだけ。具材をやっぱりこれは別で用意しないといけないってことですね。でもせっかくなのでやっぱりこれだけで食べてみないと。で、もしかしたらこれだけでも、例えばお弁当とか何かご飯にチキン乗せて、あとほうれん草とかなんかお野菜乗せて持ってって、で食べる時にこ
これをかけるだけにすればいいのかもしれないですよね。まあ工夫次第というところかな。で稲葉は、こういう感じです。でちゃんとねタイの野菜が入ってるんですよ。タイのハーブですね。これとかそこがねタイ産のすごいところかな。でチキンなんかタイはすごくいっぱい作ってる国なので新鮮で美味しいですよね。まあ、缶詰ならどうしても缶詰の味がしちゃうのは、まあ、仕方ないですね。その代わり長期保存ができるわけなので。では、まあ、ソースだけのこっちからいただきます。ちょっとソースだけ。マイルド美味しい。これだけでもね全然いけますね。私はちょっといつも玄米ご飯なので玄米ご飯にかけて食べます。甘い。辛さももちろんあるんですけど甘さもすごいあります。ではこっちまずソースの部分から。やっぱりこっちの方が美味しいですね。いろいろ具材が入ってるので具材の味が染み出てるので。で日本人に合わせた味なんですね。こちらもこちらも醤油が入ってるわけじゃないんですけど醤油っぽさを感じるっていう感じかな。でこっちももちろん甘さはあるんですけどこっちの方が甘いですね。ソースとしては。あでも辛さがこっちは後からきます。こっちはちょっとマイルドかな。こっちよりこっちの方がマイルドな気がしますね。辛さはこっちの方が表記は辛いんですけど。味も全然違うな。私の好みはね、こっちのカレーですね。もうまるっきり違いますね。すぐ食べたいならこちら、ちょっと調理に使えて行くならこちらって感じですね。でこういうタイプだと缶じゃないですが紙パックだとカルディにもこういうグリーンカレーのソースを売ってるので、ただそっちよりはこっちの方が手軽かもしれませんね。缶詰なので。